だんだんどうも動画ご視聴いただきありがとうございます。農家と学ぶ日本史。今回は通史3、古墳から飛鳥時代にかけて見ていこうと思います。蘇我氏と皇族の権力争いを中心に見ていきましょう。動画で使っているレジュメは下の概要欄から手に入れることができるので、欲しい方はご自由にお取りください。さて、縄文、弥生を経て古墳時代に入る日本ですが、この頃、山和地方、現在に奈良県だったりですね。 この辺りに山和政権であるものが成立したと考えられています。今までは単に人が集まった村や国でしたが、きちんとした政治組織が整備されて権力を振るようになります。山和政権では有力者を前方後円墳に埋葬する習慣がありました。初期の頃は山和地方の辺りにしか見られなかったのですが、時代とともに全国で同じような古墳が作られるようになります。これはどういうことかっていうと、 大和政権の影響力ががそれだけ全国に広がってていいいたととうことを意味しています。天皇を見ていくと、携帯天皇が26代目の天皇として即位します。初期の頃の天皇については、過去動画の方も参照してください。この携帯天皇ですが、祝いの乱なるものを鎮圧したとされています。当時、朝鮮半島にはカヤなんていう国があったのですが、そこへの影響力を保つために日本からも兵を送り込むことが考えられました。 ところが、それに反発したのが、北九州の豪族である岩井という人物です。日本から出兵しようとしたけど、岩井が反乱した。それを慶大天皇が沈めたということになっています。この当時はまだ大和政権の力はごくごく限定的なものであったと思いますが、こうした地方での反乱を沈めることで、徐々に徐々に影響力を拡大していったと考えられています。慶大天皇の後は、息子である安官、仙家、金明が次々と天皇になっていきます。 この辺りの時代に日本には仏教が伝来します。仏教というと、現在でこそ日本にとっては当たり前の宗教ですが、もともとはインドの辺りで成立した日本にとっては異国の宗教となります。よその国の宗教を受け入れるかどうかで日本国内で揉めました。当時の有力な豪族に、蘇我氏と物部氏がいます。蘇我氏は財政や外交を担当する一族で仏教に賛成していました。 一方、物部氏は、軍事や裁判を担当する一族で、仏教に反対していました。日本には、もともと神道なるものがあります。山の神様なの、海の神様なの、そこら中に神様がいて、八百万の神々を祀っていたと。よそから仏教なるものがもたらされると、そうした日本の神々への信仰が薄れるのではないか、ということで仏教に反対していました。仏教を受け入れるか否かで揉める。これを数物論争と言います。 ソガのいなめとモノノベのおこしの間でも思いますが、二人の代では決着がつくらず、その子供、ウマコやモリアの代まで争いは続きます。この争いに勝ったのはソガのウマコです。一方のモリアは負けてしまい、モノノベ氏は滅亡することになります。ソガ氏とモノノベ氏の争いは、仏教をめぐる争いと言われていますが、実際のところは両者の権力闘争な意味合いもあったと考えられています。天皇がいるとはいえ、 実際に権力を持っているのは有力な豪族であり、豪族同士の権力争いということでこの辺りが揉めていたというふうに考えられています。権力争いに勝利したのが蘇我氏ということになります。そんな蘇我氏ですが、娘たちを天皇に嫁がせることで皇族と親戚関係を築いていました。蘇我の稲目には娘がいましたが、金明天皇と結婚させて、陽明天皇や水孤天皇が生まれます。 他の娘たちも皇族に突がして、天皇一族と親戚関係を築いていきました。金明天皇の後は、微脱、陽明と続き、ス春天皇が即位します。ス春天皇は、蘇我氏の息のかかった天皇とされています。蘇我氏にとって都合のいい天皇を立てて、裏から政治の権力を握る、そのような感じです。しかし、だんだんとス春天皇も、蘇我氏の言うことを聞かなくなりました。そこでどうするか。ス春天皇は暗殺されます。 なかなか物騒ですよね。まあ、ただ、それだけ天皇ですら自分の思いようにできる。それだけそこ氏は権力を持っていた。というふうに捉えることができます。スシュン天皇の次に即位するのが推古天皇です。この人は金明天皇の子供で、携帯天皇の孫にあたる人物でもあります。推古天皇は日本初の女性天皇とされています。ここで一応男性と女性、男系と女系、 これらの用語について確認しておきましょう。男系というのは、ごく簡単に言うと、父親を辿っていくと天皇がいる。そのような人を男系と言います。その反対が女系です。父方に天皇がいない。母方の方でしか天皇と繋がっていない。そのような人を女系と言います。この男系とか女系という概念は、本人の性別とは無関係な概念であることに注意してください。水庫天皇の場合、 この人は女性であることには間違いありません。水戸天皇の父親。父親は金明天皇です。父親が天皇ということで、水戸天皇は男系の皇族となります。繰り返しますが、男系とか女系とは本人の性別とは全く無関係な概念です。水戸天皇は父親が天皇なので、男系の天皇となります。では、女系とはどのような人か あくまでも家庭の話ですけど、水庫天皇が一般男性と結婚します。この男性は皇族とは全く無関係な男性です。この二人が結婚して子供が生まれたとします。この子供たちは確かに母親は水庫天皇ですけど、父親はごくごく一般の男性です。母方の方でしか皇族と繋がっていません。 ということで、この子供たちは女系となります。男の子だろうが、女の子だろうが、本人の性別とは無関係に、この子たちは女系となります。これが男系と女系の違いです。日本の天皇制を振り返ってみると、確かに水庫天皇のような女性天皇は何人かいました。その一方で、女系の天皇というのは今まで言いませんでした。女性天皇はいましたけど、そのすべては男系となっています。 歴代の天皇陛下は全て男系であったため、今日でも女系の人が天皇になることに反発する声は大きいです。以上が男系と女系の違いになります。はい、再びレジュメの方に戻ります。蘇我氏が権力を持つ中で即位した水孔天皇ですが、ここで登場するのが聖徳太子こと馬宿の王子です。馬宿の王子は陽明天皇の子供にあたります。そして、陽明天皇と水孔天皇は兄弟。 ということは、馬宿農事にとって水戸天皇はおばということになります。また、馬宿農事は馬子の娘と結婚しているので、馬宿農事にとって馬子は義父ということになります。蘇我氏と皇族と両方の関係を持っているのが馬宿の王子ということになります。そんな馬宿の王子ですが、この人は何をしたのか。一言で言えば、天皇中心の国づくりを進めた。 この時期は何かと有力な豪族たちが権力を振るっていたけど、そういうのをやめて、とにかく天皇の方に権力を集めよう。そのような政策をとっていくことになります。具体的には、官儀十二回制度。今までは蘇我氏にこの仕事を担当させるみたいな感じで仕事を割り振っていたけど、今度からは個人の能力に応じて仕事や階級を割り振っていく。そのような感じです。そして、十七条の憲法。憲法を定めることで天皇への忠誠を誓わせます。 小野の芋からを剣ととしして派遣したのもお馴染みだと思います。かつては紙幣のデザインにも採用された馬江戸の王子ですが、実際のところ、そのはっきりとした人物像は今でもよくわからないところがあるそうです。これらの業績も、さすがに馬江戸の王子一人で全部やったわけではないだろうというふうには考えられています。周りの人たちの協力へながら政策を進めていったというのが実際のところだろうと思われています。いかんせん千何百年も前の人なのでね、 もうほとんど記録が残っていないんだと思います。中にはね、聖徳太子なんてやつはそもそも実在しなかったなんていう人もいますが、まあ実際のところはどうなんですかね。まあいずれにしてもさすがにこれだけの政策をすべて一人の人間が行っていたというのは考えにくいところだと思います。あと個人的な意見ですが、聖徳太子というと、10人が同時に喋っていてもそれを聞き分けることができたなんていうエピソードが有名ですが、 さすがに私はちょっと盛りすぎじゃないかと思っています。そんなね、十人が一度り喋ってね、それを全部聞き分けられるなんてね、さすがにちょっとね、盛りすぎじゃないかなと個人的には思っています。ま、信じるか信じないかはあなた次第はい、そんな話はさておき先に進んでいきましょう。天皇中心の国づくりを目指した生まれた農事ですが、その改革虚しく、結局はそこはしが権力を持つことになります。 馬子の子供である恵美シ。さらにその子供であるイルカ。結局は蘇我氏の一族が大きな権力を持っていました。蘇我氏にとって都合の良い天皇を立てるべく、イルカは山城の o の王この人は馬枝の王子の息子です。山城の o の王を襲撃して自害に追い込みます。こうなってくると、さすがに皇族の皆さんも黙っていません。蘇我氏を倒すしかないと決意するようになります。 除名天皇と皇玉天皇がいますが、この二人の間に生まれたのが中野上の王子です。中野上の王子は、中富の鎌足という人物を味方に引き入れます。こいつを味方につけて蘇我氏を滅ぼすことを計画します。そして実際に645年、皇居で儀式を行っている中、蘇我のイルカを襲撃しました。中野上の王子自らが剣を振るってイルカを殺害したとも言われています。 イルカの父親であるエミシも襲撃されて死亡しました。これがいわゆる一種の変と呼ばれる出来事です。邪魔者である蘇我氏を滅ぼして政治改革を行っていく。ここから始まる一連の改革を大化の改新と言います。一種の変の一子だとか、対価の改新の対価だとか、日本史を学んでいると、このような漢字に文字がちょいちょい登場しますが、こいつらの正体については別の動画で取り扱っています。 ぜひですね、そちらの方も合わせてご視聴ください。大化の改新が始まり、中富鎌足りは藤原の鎌足りに改名しました。これが藤原氏の始まりとなります。何百年も先の話になりますが、道長たちが登場してきます。そして天皇の方ですが、中野上皇子の母親、皇玉天皇。この人は生前退位します。皇徳天皇に上位し、自らは退く。 これが初めての生前退位と言われています。高徳天皇がしばらく天皇を務めますが、この方が亡くなった後どうするか。皇玉天皇がもう一度天皇として即位しました。こういうのを長祖と言います。長祖においても皇玉天皇、元井最明天皇が初めてと言われています。中野江の王子はこの時点ではまだ天皇にはなりません。理由としてはいくつか考えられていますが、 まず、自分がもし天皇になってしまうと、身軽に動くことはできない。会社とかでもそうですけど、下手に重役になってしまうと、帰って現場で働けなくなる。現場で政治改革に取り組むために、中野江の王子はまだ天皇にはならなかった。他にも、敵対勢力への配慮というのも考えられています。当然、こういう過激なことをやると、中野江の王子に対して恨みを持つ人もいますから、 恨みを持つ人間が大勢いる中で自分が即いると、それはそれでなかなか面倒なので、あえて自分は一方身を引いたと。そういう理由も考えられています。そういう様々な要因があったために、母ちゃんにもう一回天皇になってもらったと。中継ぎをやってもらったというふうに考えられています。母ちゃんが亡くなった後に、自分が天智天皇として即位しました。この時期には海外でも大きな動きがありました。 中国にあった隋王朝は比較的短命に終わってしまい、新しく唐となりました。そして朝鮮半島には、高句麗、リ、シラギ、クダラの3つの国がありました。このうち、唐と白ラこいつらが手を組んでクダラに侵攻していきます。攻められてやばいと思ってクダラが助けを求めたのが日本でした。日本としてもクダラとはそれなりの関係を築いていて、何かと海外への足がかりともなっていたので、 クダらが滅ぼされるのは日本としてもあまり面白くない。そういうことで兵を派遣して東や白木の連合軍と戦います。大規模な戦闘が朝鮮半島の白村江もしくは白スの絵と呼ばれるところで行われました。しかしながら日本は惨敗し、クダらも滅ぶことになります。これが日本初の対外戦争と呼ばれる白村江の戦いです。外交的にも一山ありましたが、皇族の内部でも内紛が勃発しました。 中野大江の王子には、息子である大友の王子と、弟である大天の王子がいます。天智天皇。要するに中野江の王子ですね。天智天皇が亡くなった後、その後継ぎはどうするのか。息子になるのか、それとも弟の方になるかで揉めました。ひとまずは息子の大友の王子が公文天皇として即位します。しかし、大天の王子はこれを快く思いません。 公文天皇は即位してことなく、大天の王子が自分への好意形状を求めて兵を挙げました。これが人心の乱と呼ばれる戦いです。その結果、公文天皇は敗れ、大天の王子が勝ちました。大天の王子は天武天皇として即位することになります。公文天皇は在位していた期間がとても短かったため、本当はきちんと即位していないのではとも言われます。 まあ、ただそのあたりはよくわからないところもあるのですが、一応歴代天皇の一人としてカウントされています。まあ、ともかく人身の乱によって大和物王子が勝利したと。それによって天武天皇が誕生することになります。天智天皇と天武天皇は兄弟して天皇になっています。古代において有名な兄弟天皇です。また天智天皇には娘がいましたが、その娘が児童天皇として天武天皇の次に即位します。 そして、児童天皇と天武天皇の間にも子供が生まれて、その子供たちも天皇として即位していくことになります。それらに関しては次回以降の動画で取り上げていく予定です。はい。というわけで今回は古墳から飛鳥時代にかけての歴史を見てきました。ここで一つ、歴史を勉強する上での私なりのコツを紹介したいと思います。歴史の勉強で大事なのは、まずはとにかく話の流れをつかもうと。それが一番大事だと思っています。 様々な登場人物がいますが、誰と誰が揉めてるのか、そしてどことどこが親子関係なのか、そういった人間関係をまずは整理してみましょう。全体像があやふやなまま、個別の政策だとか、出来事を掘り下げていっても、あまりピンとこないと思います。まずはとにかく人間関係。こういった親子関係であったり、あるいは天皇の順番だとか、そうした人物相関図をしっかり頭の中で理解してください。 個別の戦いについても、まずはとりあえず、どっちが勝って、どっちが負けたのか、それだけ押さえておけばいいと思います。全体像があやふやなまま、個別の出来事の背景事情を掘り下げていっても、かえってわけがわからなくなると思います。まずはとにかく、大まかな流れをつかむ。大まかな流れさえつかめてさえしまえば、そこから深掘りしていくのは意外と簡単です。私の動画やレジュメでは、 時代の流れを理解できるようになること、それを目的に作っています。個別の人物や出来事、あるいは文化史とかですね、そういったものに関してはそこまで深く突っ込んではいません。ただね、大雑把な流れさえ理解できれば、そこからさらに細かく踏み込んでいくことは簡単です。ぜひですね、私が制作したレジュメを取っかかりに、様々な登場人物だとか、あるいはいろいろな出来事だとか、こういった方面に各自で掘り下げていってみてください。 木をを見見て森を見ず、みたいいななな状態ににならないようにしましょう。ししまょはい、というわけで今回の動画はここまでとなります。この動画やレジュメが少しでも多くの人に役に立てれば幸いです。ご視聴どうもありがとうございました。